今日は宗教の誘惑というタイトルでお話をしたいと思います。コロサイの信徒への手紙の公開を続けておりますが、箇所は2章の16節から23節まででありますパウロの手紙の文章というのはこの読んでさっとスパッとわかるところと何回読んでもなかなかよくわからないなというところがありまして、まあここは後者の方ですかね、まあ後で少しずつこう分解して説明していきますけれども、一回読んでも何か何が書いてあるのかよくわからないところではありますが、お読みしたいと思います。コロサイの信徒への手紙2章の16節から23節です。だからあなた方は食べ物や飲み物のこと、また祭りや新月や安息日のことで誰にも批評されてはなりません。これらはやがて来るものの影に過ぎず、実体はキリストにあります。偽りの謙遜と天使礼拝にふけるものから不利な判断を下されてはなりません。こういう人々は幻で見たことを頼りとし、肉の思いによって根拠もなく思い上がっているだけで、頭であるキリストにしっかりとついていないのです。この頭の働きにより体全体は節と節、筋と筋とによって支えられ、結び合わされ、神に育てられて成長していくのです。あなた方はキリストと共に死んで世を支配する諸霊とは何の関係もないのなら、なぜまだ世に属しているかのように生き、手をつけるな、味わうな、触れるななどという戒律に縛られているのですか。これらは皆使えばなくなってしまうもの、人の規則や教えによるものです。これらは独りよがりの礼拝、偽りの謙遜、体の苦行を伴っていて、知恵のあることのように見えますが、実は何の価値もなく肉の欲望を満足させるだけなのです。以上です。ここにはこれまでもお話をしてまいりましたけれども、コロサイ教会に、強い影響を与えて教会を混乱に陥れていた、まあ、いわゆる異端的なというか、まあ、行き過ぎたというか誤りの教えについて、まあ、その特徴となるような事柄をパウロが断片的に記して、またそれに対して批判を加えているところであります。でコロサイ教会を揺るがしていた異端的な教えというか、まあ、誤りの教えというものはいくつかあるみたいですけれども、まあ、そのうちの大きなものはもちろんユダヤ主義ですね。これはコロサイのみならず初代教会全体に非常に強い影響力を持っておりました。まあ、当然のことだと思います。最初の使徒たち弟子たちはみんなユダヤ人ですから、自分たちは生まれてこの方ずっとユダヤ教の戒律を守ってきて、そこでイエス・キリストに出会って救われたわけですが、やっぱりそのユダヤ教の戒律を守るということが、自分たちだけで収めておけばいいんですけれども、どうも異邦人がユダヤ教の戒律なんか一切守らずに好き放題飲んだり食べたりしているのを見て、腹が立ったのかどうか分かりませんけれども、それは違うだろうと、これを守りなさい、あれを守りなさいみたいなことを持ち込んでいたようですね。あるいはひどい場合はユダヤ教の戒律も守らなければ救われないみたいなことも教えていたようです。それに対してパウロは例えばローマ書であったり、あるいはガラテヤ書であったりで、それは違うと、信仰によってのみ救われるんだ、行いは一切必要ないということを強調しておりますけれども、このコロサイ教会においてもこのユダヤ主義的、ユダヤ主義っていうのは戒律主義ですね。これを守らなければならない、守らなければ救われないという、そういう教えが、あったようです。またこれまでもずっとお話をしておりますグノーシス主義ですね。グノーシスという聖書の中にグノーシスという言葉は出ておりませんけれども、この1世紀の初代教会においてこれも非常に強い影響力を持っていた教えのようです。でグノーシス主義は物質を悪、霊を善とする二元論哲学を土台としております。
物質は全て悪であると。目に見えるもの、手で触れることができるものは全部悪なんだと。でもそうでない目に見えないもの、手に触れることができないものは善なんだと。神は当然目に見えない方ですから善なる方ですね。人間のこの肉体は悪であると。しかし人間の中にある霊は善なんだと。でこれがその二元論的にっていうのは並び立ってるっていう考え方ですね。この悪と善が聖書においてはもちろん目に見えない神は善であり完全な方ですけれども、 肉はこの特に人間の肉体は罪によって汚れている、それは事実なんですね。でも決して並び立ってるわけじゃない。あくまでも神がおられてその下にその罪がありあるいは悪があるわけで、お互いにこのせめぎ合ったり、争ったりしているわけではありません。でこのグノーシス主義をもとにして2つの大きな潮流があったと思われています。一つは快楽主義ですね。これは人間の体は悪だから何をしても自由じゃないかと。もともと悪なんだから、でしかも肉は霊に影響を与えないので、だから肉がどんなに悪いことをしたって、それは霊に対して何の影響も及ぼさない。どんなに悪いことをしようが構わない。まあ、快楽を追求するということになっていくわけですね。これは快楽主義。一方で禁欲主義というのがあって、これ全く真逆なんですけども、この悪である肉体をできるだけ苦しめて、でこの悪を絞り出すようにして、苦行禁欲なんて言いますけれども、徹底的に抑圧をして悪から遠ざけていこうと。この2つの大きな流れがあったようであります。で今読んだところの中には特にこの禁欲主義の話が強く出てくるんですけれども、で他にもいろいろな、まあ、グノーシスを土台とする思想というか誤った教えみたいなのが出てきておりまして、そのことも今からお話しますけれども、そのことが述べられているわけですが、まあ、最初に、今読んだ箇所の中で出てくるのはこの戒律主義ですね。まあ、ユダヤ教を、まあ、主に土台にするものでありますけれども、例えば16節にあなた方は食べ物や飲み物のこと、また祭りや新月や安息日のことで誰にも批評されてはなりませんと言っています。また21節には手をつけるな、味わうな、触れるななどという戒律に縛られているのですかと言っています。これ順番にちゃんと出てきてないので、まあ、16節と21節がここに引用されているわけですけれども、ご存知のようにユダヤ教の律法には、清い食べ物と清くない食べ物というものが決まってるんですね。清い食べ物は食べても良いもの、清くないのは、食べちゃいけないものですね。肉で言えば、羊、牛、鳥はいいですかね。でも鳥も鶏はいいですけど、食べちゃいけない鳥なんかありますね。で豚はダメですね。豚はダメです。でなぜいけないかっていうと、その反芻する動物はいいと。こう胃がいくつもあってね、こう食べたものを出してものむじゃむじゃ噛んでまた入れる、あの反芻するやつはいいと。反芻しないものは汚れてるっていうんですね。で特に根拠はないんですよ、でもそれは旧約聖書に書いてある。で魚は鱗のあるものは食べてもいい。土用の牛の死はないんですね。ユダヤ人には鱗がないですから、かわいそうですね。あのうまいウナギが食えない。イカもタコもダメです。鱗がありませんから、カニはどうなのかちょっと聞いたことないんですけどね、多分食べないと思いますね。鱗のある魚に限定されるんですね、でまた祭りや新月や安息日のことと書いてありますけれども、まあ、安息日ってのはもちろんね、この土曜日、金曜日の日没から土曜日の日没まで一切の仕事をしない、まあ、当然のことですけれども、新月ってあるんですが、新月っていうのはですね、当時は太陰暦で月の満ち欠けで1ヶ月を決めておりまして、その最初の日っていうのは新月の日なんです。新月っていうのは月がないんです。真っ暗なんですね。で民数記の10章10節に新月の日というのが定められてるんです。
で月の最初の日はその何か特別なやはり宗教行事をして守りなさいというようなことが書いてあるんです。でこの祭りですね、水越の祭りとかペンテコステ五旬祭とかですね、まあ、いろんなそういう祭りで、これはユダヤ人たちはそれを一生懸命守ってたわけですけれども、異邦人たちにもそれをこう守らせようとしてた、それがまあ問題なわけですね、うん、手をつけるな、味わうな、触れるな、ね、手も触れてもいけない、もちろん味わってもいけない、そのようにして、厳しくこの食べるものやあるいは着るものやですね、あるいはその日にち、そういうものをこう守っていた人が、いたようです。自分だけ守ってりゃいいんですけどね。こういう人たちは福音書の中に律法学者ファリサイが出てきますけれども、何が問題かっていうと、自分だけ守ってりゃいいんですけど、守ってない人を裁くんですね。自分たちは手を洗ってから食べてるけど、あなたの弟子は手を洗って食べてないじゃないかってイエス様にこう詰め寄るシーンがありますけれども、あるいはこのお腹が空いたからって麦の頭をちぎって食べたとかね、あれも安息日に食べちゃいけないじゃないか、自分がそれを守る分にはいくらでも構わないんですけれども、守ってない人がこう許せなくなるんですね。こう戒律主義者の問題はそこにあります。次に出てくるのは禁欲主義ですね。苦行禁欲なんて言いますけれども、23節にこれらは独りよがりの礼拝、偽りの謙遜、体の苦行を伴っていてっていう言葉が出てくるんですね。まあこれが全部この禁欲主義っていうふうにまとめられるかどうかは別としても、まあアバウトに言うとそういうふうに考えられると思うんですけれども、独りよがりの礼拝っていうのはこの礼拝をするのに、例えばですよ、例えばですよ、その正座をして礼拝しなきゃいけない、うん、昔は教会もこうやって皆さんお座りのような椅子じゃなかったので、畳の上で正座して、うちのこの最初の教会もミサさにあったんですけど、全然関係ない話ですが、あそこの教会この間全部解体されました、はい、マンションが建つみたいです、はい、風呂屋は残ってます、金星湯は残ってるんですけど、さら地になってます、ね、知ってる人は数人ですが、中村さんのとこもね、横ですけど、はい、さら地になりましたね。全然関係ない話ですが、あの頃はみんな正座してましたね、はい、で例えばカトリック行くとお祈りするときひざまずかなきゃいけないですね。ただ私がいつも言っても許せないのは、ひざまずくためにクッションが置いてあるんですね。あれは意味ないと思うんですよ。謙遜を表すためにひざまずくんなら痛くしなきゃいけない、剣山から起きなさいと、まあ、それはないですけども、でも柔らかいクッションを置いてるかあんま意味ないんですけどね。だそのまあここに書いてある話が具体的にどういうことなのか分かりませんけれども、そのおそらく何か礼拝するためにはこういう格好でこういう形でこういう順序でやらなきゃいけないみたいなことをかなり厳しく決めて礼拝するということを言ってた人がいたみたいです。偽りの謙遜と書いてあるんですけどね、これはわざとみすぼらしい格好をしたりやつれたりボサボサな格好をして、私はこんなに自分を痛めつけてるんですみたいなですね、そうやってこう宗教性アピールですよ、ツヤツヤピカピカキラキラじゃなくてね、こんなに私は苦しんでるんですみたいな、修験道みたいなですね、ああいう感じで、体の苦行ですから、これやっぱりその断食とかね、断食そのものあるわけじゃないですよ、ただその無理に断食して断食していることをアピールする、あるいは荒れ野で生活するとか何かを断つとかね、そういうようなこういう形でこの、まあ、自分を苦しめたり何かを禁止したりして、そういう何か自分の宗教性をアピールする、そういう人たちがいたということですね。それからもう一つは、これはちょっと非常に不思議なところですけども、18節に出てくるんですが、偽りの謙遜と天使礼拝にふけるもの、ここにも偽りの謙遜で出てくるんです。2回も出てくるんですけど、ね、よっぽどパウロ気になってたんでしょうね、この偽りの謙遜の人たちを。天使礼拝にふけるものから不利な判断を下されてはなりません。こういう人々は幻で見たことを頼りとし、肉の思いによって根拠もなく思い上がっている。
なかなか手厳しいですけども、こう天使礼拝っていうのがですね、当時の教会ではね結構流行ってたみたいです。でこれはコロサイの教会だけじゃなくて、初代教会では天使礼拝って割と盛んだったようなんですよ。4世紀のちょっと名前忘れましたけれども、大きなキリスト教の会議でですね、天使礼拝は禁止しますって決めてるんです。それぐらい結構みんなやってたみたいです。じゃあなんで天使礼拝をやってたかというとですね、これがやっぱりグノーシス的なんですけれども、グノーシスでは霊は完全に善なるもので、神様っていうのはとにかくもう恐ろしく気高い方だから、直に礼拝することは恐れ多いと。だから神様の使いである天使を礼拝して、天使経由で礼拝すると。で私別にカトリック嫌いじゃないんですけども、カトリックやギリシャ正教ではやっぱりこの天使礼拝とまではいかないけど、天使特別扱いですね。ガブリエルとかミカエルとかね、あるいは聖人ですね、セイント、聖人と呼ばれる人たち。だから神様を礼拝するんだけども、聖人を礼拝して、あるいは聖人を重んじることによって聖人に助けてもらってお言うこと聞いてもらうみたいなとかありますよね。まあ、この放送は世界規模で放送してますから、見たい人はねでカトリックの人が見て、堀川は実にけしからんことを言ってると言ってメールが来るかもしれませんが、まあ、それ一応覚悟して言っておきますけれども、まあ、事実を私は申し上げている、で、まあ、これ天使礼拝っていうのはもうここにちゃんと聖書に書いてあるわけですから、この初代教会では行われていたようなんですね。それから幻で見たことを頼りにしていると。まあ、これ天使礼拝の人たちばかりじゃないんでしょうけれども、まあ、幻見たみたいな人がね結構いたみたいです。私は幻を見たんですみたいな、ね、で神様から直接啓示を受けたと。神様はこう言っておられますですね。神様はこういうことを私に示されました、見せられましたですね。でそれをその自分の中でとどめておけばいいんですけども、とどめなくて、あなたはきっとこんなことが起こりますよとか、この教会はこうなりますよとか、この国にこんなことが起こりますよみたいなことを、まあ極端な場合、言っていた。まあそのような人たちがいたということが分かるわけですね。でこの戒律厳守型、な行苦行型、神秘主義型と私名前つけてますけれども、でまあ、戒律主義型っていうのはこうねばならないがあるんですね。こうそうでなければならない、英語で言えばマストですけども、こうでなければならないと。それ自分だけに向かってればいいんですが、それ人にもこの枷をはめようとする。また難行苦行型っていうのはこうやっぱり苦しめる自分をね、で苦しめてる時にはなんか神様が近づいてくださってるように感じる、ね、苦しい時の方がいいみたいなんですね。楽な時は神様はだいぶ遠いけれども、苦しい時に近い。神秘主義型ってのはやっぱお示しですね。神様がいろいろ示されちゃう。自分だけならいいです。示されるのは大いに示されてください。でも人に向けちゃダメです、ね、神様がこうあなたにこういうように示されましたなんてですね、その時点でアウトですね。もう自分だけでとどめておいてください。皆さんも示されると思いますよ。いろいろ昨日の晩も夢でいろいろ示されたと思いますよ。カープはこれから10連勝するんじゃないかとか、ね、4年後のワールドカップで日本が優勝するんじゃないかとか、いろいろ示されてると思いますが、それは自分の中でとどめておいてください。言いたいことがあっても絶対言わないように、言ったらアウトですから。これは肉の思いによって根拠もなく思い上がってるとパウロ言ってますからね、厳しいですよ。だって家どこまでが神様の示しなのか自分の思いなのかを線引きできないでしょ。まあこれ後からも言いますけども、まあ、他にもいいとこ取り型、何が言いたいかというとですね、これね誰もが持ってるんです、こういう宗教性というものは。このコロサイの2章の今日読んだ話はコロサイ教会で起こってたことですけれども、よくよくやっぱりこうやって読んでいくと、これは決して自分とは無関係な話ではないんですね。今の私たちと無関係な話ではないんです。まあ私一時してきますしませんけれども、やっ
ぱりなんとなくみんな傾向を持ってるはずなんですよ。だからそれ皆さんで判断してください。私はどれか、私は戒律厳守型か、難行苦行型か、まあ、難行苦行型の人はこの教会いないと思いますけど、いなくいるかもしれませんけど、神秘主義型かね、あるいはちょっとずついいとこ取りとか、必ずありますから。で自分でそれは人間の中にはですね、そういうこの宗教性というものがねあるんですね。何かを守ることで、いいことが起こる、何かを守らなければ、いいことが起こらないみたいな、もう実に原始的な宗教性ですよね。タブーがあったりね、こういうことはしませんとか。でまた難行苦行型っていうのは、なんかやっぱりそれこそ本当に大変なことがあった時にお百度参りしたりね、滝に打たれたりするでしょ。あれ難行苦行型の宗教性の表れなんですよ。なんか自分を痛めつけたら神様言うこと聞いてくれるんじゃないかと思うじゃないですか、ね、普段はだらだらお祈りしてるけど、ここぞという時にはこんな格好でお祈りしちゃいけん、正座してお祈りせないけんみたいなですね、あるでしょうよ。正直になりましょうよ。ちょっと変わるんですよ人間は、なんかやっぱちょっと痛めつけた方がいいんじゃないかとかね。それ私断食祈祷は悪いとは言いませんけれども、やるんなら定期的にやらなきゃいけません。本当に困った時に40日断食して神様に言うこと聞かせようみたいなね、難行苦行型の典型ですよ。それは駆け引きですからね。それはあまりいいことではない、褒められたことではないですね。私はこんなに苦しんでますって苦しんでるアピールいつもしてる、ね、これも難行苦行型ですよ。苦しんでるアピール、傷んでるアピールいりません。ハッピーアピールしてください。私はこんなに神様に恵まれて幸せですね。神秘主義型ね、やっぱりどことなくこう神様からいろいろ教えられる、示される。もちろん私たち聖書を読んでね、聖書の御言葉からいろんなことを示されます、ね、だけれども聖書の御言葉から示されるという時にはいいですか、聖書というのは66巻で聖書ですから、どっかだけピックアップしちゃダメです。好きなとこだけピックアップして、もうこれで神様は私に語ってくださったってね、他読みませんみたいなダメです。全部読んでください。いや先生全部は読めません、時々開いておみくじみたいな、これダメですよ。これお示し方ですから、ちゃんといつも読んでる中で、あこういうふうに言われてるとこもあれば、こういうふうに言われてるとこもある。聖書っていうのは全体のバランスの書物だから、だから旧約聖書は確かに戒律主義型なんですが、新約聖書は恵みの形なんですよ。どちらも否定してないんです。だから神秘主義型はやっぱりバランスを失いやすいんですね。だからまあくどいようですけれども、これは誰もが持っている宗教性ですから、皆さん自分がどういう型を持っているのかということを自覚しないとですね、ここ読んだ意味がありませんから。でパウロはそれに対してですね、非常に手厳しく言ってますね。戒律主義はやがて来るものの影に過ぎないんだ。17節、これらは皆使えばなくなってしまうもの、人の規則や教えによるものだ。まあ、使えばなくなってしまうというのはどういうことかなと、ちょっとピンときづらいところですけれども、多分何かこう おまじないのようなものとか、お札のようなものとか、なんかそういうようなものを表してるのかなとも思いますが、まあ人の規則や教えによるものだ、これは要するに自分が考えて作り出した規則だったりするものだから、そんなものに頼るなと。禁欲主義に対しては知恵のあることのように見えますが、実は何の価値もなく肉の欲望を満足させるだけなんだ。なんかいかにもいろいろよく考えてやってるようだけれども、とんでもないと、何の価値もない。まあえらいスパッと切りますね、何の価値もない。もうすっごい頑張って苦しんでる人に何の価値もない、肉の欲望を満足させるだけだと。神秘主義はさっきも言いましたが、肉の思いによって根拠もなく思い上がっているだけだと。
根拠もなく思い上がってるっていうのは本当にこれはね恐ろしいことですね。まあ、そのようにいわゆる宗教性というかね、その宗教的なものの考え方だったり行為だったり行動だったりっていうものは全ての人の中にあるものだけれども、根拠がないものであるし、やがてなくなるものであるし、そもそも何の価値もないものなんだよということをここで厳しくパウロは私たちに教えているということです。正しい福音は何かというとですね、もちろん行いは一切不要なんですね。戒律を守ることも難儀を苦行することも必要ないわけです。でも人間の中にはそれをやりたい気持ちがあるわけですけれども、それはいらないと言ってる。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物ですと、ね、アメン。神様からいただくプレゼントだから。プレゼント、私も今日これいただきましたけど、ね、びっくりしましたね。全然予期してなかったので、なんかドギマギしてどういう顔していいか分からない。予期してないプレゼントもらうときってそうですよね。本当にこんなものもらっていいんですかみたいなね、本当そんな気持ちですよね。で、私は救いをいただいてるわけです。神様からね、プレゼントとしていただいてる。どんな難行苦行もどんな戒律を守ることも、その賜物として救いをいただくためには一切必要ない。何の関わりもない。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。パウロ繰り返し言ってますよ。誇ることがないために。人間はすぐに誇ってしまうから、私はこれをやりました、これだけやっておりますって言ってすぐ誇りたくなるから、それに気をつけなきゃいけないんだよと。また、まあ、神秘主義に対してですけれども、神からの啓示はイエス・キリストご自身と聖書のみですから、啓示と言われるものはその2つですからね。それ以外どんな幻もお示しもお話も一切これは根拠のないものです。根拠があるのはキリストと聖書だけですから、それを逸脱しちゃいけないんですね。かつて書かれた事柄は全て私たちを教え導くためのものです。それで私たちは聖書から忍耐と慰めと慰めを学んで希望を持ち続けることができるのです。聖書から忍耐と慰めを学んで希望を持ち続けることができるんですね。聖書が私たちを導いてくれるものですから、それ以外の啓示も示しも一切必要ありません。最後にこの宗教の誘惑に負けないために、つまり宗教の誘惑はどこにあるかというと私たちの中にあるということを私は言いたいんです。私たちの内側にあるものなので、どうしてもそういう傾向を私たちは持ちやすいわけですね。でもそれをそれに負けないために19節から20節に、頭であるキリストにしっかりとついていないのですと、これはその反対側の人のことを言ってるわけですけれども、頭であるキリストにしっかりついていなさいと言ってるわけですね。またこの頭の働きにより体全体は節と節、筋と筋とによって支えられ結び合わされ、神に育てられて成長していくのです。あなた方はキリストと共に死んで世を支配する諸霊とは何の関係もないのならと続くわけですけれども、要するにキリストと私たちとの間に何も立ち入らせてはいけません。しっかり結びついていなさい。もうこれ当然の結論なんですけどね。そしてもう一つは、教会を通してキリストに結びつきなさい。キリストと結びつくわけですけれども、私たちはこの教会の結びつきを通して頭であるキリストと関わっている。これはいいわけですね。独りよがりはダメです。一人で戒律を決めたりお示し受けたりしてたら絶対間違った方向きますから、この教会の交わりを通して私たちは守られているわけですよ。おかしなことになってないか、お互いに共生し合ってる。そして神に育てられて成長していくとありますけど、これは教会全体を神様を育ててくださってるので、私がいつも言ってることですけれども、個人では成長しないんですね。教会全体で成長していく。私たちは教会に
資するというか、教会に奉仕し貢献していくことを通して私たち一人一人も成長していくわけだから、一人で戒律を作り、一人で難行苦行し、一人でお示しを受けても絶対に成長しません。それは結局誤った方向に向かってしまう。それがこのパウロが言っている宗教の誘惑に負けないためのコツであります。お祈りしましょう。天のお父様、尊い御名を心から賛美いたします。私たちはいろいろと自分勝手なルールを作ったり、あるいはまた自分の宗教性を誇りにしたり、特別に神様からの啓示を受けたと思い上がってしまったりしがちなものであります。どうぞそのことをまず認めることができますように。そして私たちはただただ信仰により恵みによって救われているんだ、またキリストと聖書によってのみ私たちはあなたを知ることができるんだということにもう一度立ち戻って、どうぞこの 私たちのうちにある宗教性の誘惑に打ち勝って、本当に純粋な信仰を持ち続けることができるように、しかしそのためにこのように素晴らしい教会が与えられていることを感謝いたします。互いに結びつき合い、そしてあなたに仕えていくときに神は私たち全体を成長させてくださいますから感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。